今月のチャイの特集は大人の社会科見学。学校の社会科見学で工場や施設に行った時のワクワク感、覚えていますか？普段見ることができない裏側は、大人にとっても新しい発見がたくさん。レース開催日に行われている万栄競馬の裏方を垣間見ることができるバックヤードツアーは、観光客を中心に人気のイベント。ツアーに同行し、その魅力を探りました。レース開催日の午後2時10分にスタンド1階の総合案内所を出発します。多い時だと2回から3回に分けて回るほど人気のバックヤードツアー。注意事項の説明を聞いた後、まず草案所へ。ここは出走する馬の検査と準備をするところです。毛の色や眉間の模様などを見て登録と合っているかを確認したり、馬体重の測定、健康状態のチェックなどを行い、問題がなければ馬具やゼッケンを装着します。レース用の馬具は重い鉄そりを引くため、馬体が傷つかないよう一頭ごとにオーダーメイドしていますと細かな解説を聞いていると、パドックに向かう馬が近くを通り、うわ大きいと参加者は驚き、その迫力を間近で感じて喜んでいました。続いてバスに乗って厩舎地区巡り。ここは30棟の厩舎の集合体、およそ650頭がいます。厩舎は馬房と住居が一体となっていて、調教師や騎手、厩務員、その家族など200人ほどが住んでいますなどの説明を聞いているうちに、バスが停車。厩舎周辺は馬が優先、馬を驚かせないために車が止まりますと理由を解説。出走準備のため草案所へ向かう馬が横を通り過ぎていきました。その後も忙しそうな装蹄所を見学し、馬の薬物検査が行われる検体所を外から見て、最後にレースを観戦してツアーは終了。巡っている間も毎日未明から馬のトレーニングにあたる朝調教が行われていることや、獣医師が常駐している診療所があることなど、万栄競馬の裏方について知ることができます。バックヤードツアーに参加すると、万栄競馬の見え方が変わりますよ。レースで頑張る馬への応援に一層力が入ること間違いなし。